だかんだかん。梅田は今日も騒がしいの。食欲の秋、スポーツの秋、そして腰痛の秋でございます。今日も腰が痛い。スポーツしたら腰痛になるからな。間違ってる。悲しいな。だからもう今日お茶を濁す大阪市内ぶらり旅です。え、浜じゃないんですか。今日は天ヶ崎ではありません。大阪市内です。暦は秋、気温は夏、ビーホッシュです。あ、雨が降ってきた。スポーツの秋ということで張り切りすぎたら絶賛腰痛が腰痛って。だから唯一の楽しみのボール蹴りができないんで、もう一つの楽しみ食べ歩きやな。てか蚊がすごいです。早5時半なんで晩飯やね。洋食を食べたいんで。そんで雨来るんじゃないの。6時回ったら一気に人が増えるから、今のうちにランチじゃなくてディナーに行っとこう。ディナーディナー、天神橋筋商店街がすぐそこなんで、ゴー。あ、ここだ。ランプテー、人気の洋食屋さんです。空いておる。チャリ止める場所ないぞ。どうしよう。やっぱハンバーグかな。こっちも捨てがたいけど、かけフライね。高いな。珍しいな、カツ丼カレーやって。こっちもうまそう。こっちでしょうか。 Cセット。 Cセット来たぞ。オムバーグプラスエビフライという、これ大好きなものばっかり。いただきますと。いけ、うわ、さっきの洋食屋さんのオムライス美味しかったんけど、ケチャップライスがご飯ちょっとダマになっとったな。あー、惜しいな。ちゃんとほぐしてくれないと。あとほんまはあのトロトロの卵かけるよりもちゃんと包んでほしいよね。オムライスやったらホテル系のやつが好きなんですけどね、俺は。前は腹がいっぱいになったの。さてと、おやつ行こうか。おやつ行こうか。ちょっと流行りの店を見つけたんですよ。あったあった、今行けてるスイーツ。この子に及んでタピオカこれね、ミーシウっていうんですけど、今東南アジアでめっちゃ流行ってるタピオカ屋さん。オープンしたばっかりです。パールミルクティー360円、安い。ソフトクリーム160円、安いよ、ね。俺の、はい、アマゾンと交流はどうですか。アマゾン控えめで50で半分で、はい、少なめ氷、はい、そのままいいですか。はい、360円です。はい、はい、1000円お渡しします。ごめん、今お釣りもらったんやけど640円なのに、これ50円。あー、すいません。今アマゾンから、すいません。あ、これあったら、OK、どうも。はい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 、お待ち帰り。うん、そのままでいい。マスク、はい。噂によると、だって、うわ、やったバチバチ。え、ここも外す。ジョバーン。うん、ちょっと混ぜないかな。若干あの手際があんまよろしくない。全員向こうの人やろ、日本人おらん。
日本向けマーケティングしないね、まだ。だからこっちに来た旅行の中国系の方に向けて売れてるらしい。昼間はすごい行列やで、ここ。食材とかも全部中国から取り寄せてるらしいね、フルーツ以外。だからそうやな、若干なんかタピオカもなんとかどことなく風味がある、中国っぽい。晩飯の後即タピオカ行ったらもう腹パンパンやん。もう何も入らんぞ、お腹いっぱい。どうしようか。つうてももう夜やから帰るしかないんだけど、なんかあったかな、なんかあったっけ。別にイベントもやってないよな。帰るか。天神橋1、天満宮行ってお参りするか。しまった、天満宮もう閉まってる。ああなんだつまんね。どうしよう、帰るかな。天満宮閉まってんじゃん。閉まった。タピオカドリンク久しぶりに飲んだらというか食べたら腹持ちがええな。まだなんか残ってる感じがする。で、今回行ったのが大阪に進出して間もないこの雪だるま印のお店。東南アジアではもう2万店舗前なんかね、もう世界のチェーン店の5位ぐらいに入ってるらしいです。ミーシューなんかな、知らんけど、あのゴンチャとかよりもだいぶ安い。これで360円やからな。量はまあ普通に入ってるよ。味もまあ普通や。まあそんな変わらんもんな。お茶にタピオカ入れてな。黒糖入れてるだけから。おいしいおいしいおいしい。で安いしな。あとソフトクリームの目玉商品ですと。ああ、タピオカね。ちょっと前に流行ったよね。あの、ゴンチャとかね。どこのやつだろう。ミーシューだぞって言ったらな。うおー、あの、知る人どうする。そういうふうにはならんけど。まあ普通においしいやろ。俺割と好きなんですよね。行ってみてください。ほなまた。そう、あのレジの人もね、あっちの方やったんか、の50円と100円見間違えて、俺50円いくからさ、お釣りで100円ですよって言ったら、ああすいませんって言って返してくれたけど